どこにも出口のない日々が突然に変わりそう。僕もお腹が痛い。ルーメイトしか引かない男。オレンジ。切れそう。青、オレンジ、緑、白。これはナイスパターン。素晴らしい。怖さがないね。伸び伸びやってたね、みんなね。めっちゃエレクトリからおったから。エレクトリからやばいです。私から見てない。わちゃわちゃいましたね。最後に入ったらさ、わさわさいてびっくりした。魚さんが見守ってくれて。まあ、怖いって言ったの、皆さんですか？そこ広い。皆さんですよね。僕はむしろ安心してやってますよ。なんで怖いんですか？皆さん釣るか。そうっすね。誰？俺？あなたです。え、俺だからエレクトリカル行ってないし。いや、センターさん行ってないな。あれ？怖いって言ったの誰？皆さん来てなくて怖いって言ったんですか？そう。なんかアドミン見てたらエレクトリカル6、7人いたから。アドミン見てて怖いって言ったの。アドミン見てたら怖いって言ったの。やめてよ。悪いじゃないのに。当たってるっぽいな。なんかちょっと先端が今行った時もさ、結構なんか曲がったよね。慌てた。なんかやべえこと言っちゃったかなみたいな感じの曲がったから。取り付けなんだもん、ちょっと考えた。当たってると思いますよ、これ割とマジで。これね、先端で今ね、多分ね、上電波系にしてるから、やっぱりビビビってきてる。受信しました。ちなみに、畑坂さんは受信しなかったんですか？僕はちょっとまだ連動が足りなかったです。連動が電波に連動が。そういうもんなんですね。ちなみにさっさん 3G エレクトリカルウェポン渡通りぐるって回った感じだけど、あとって言ったって感じですか？そう。あれ、メヤ君容疑者を増やそうとしてる。なんかおかしいもんだよ。え、それ容疑者。あとは停電が1回入ったのを確認してたから。はい、そう。うん、それでウェポンにいたからさ。そうだから、それで死体のあるとめんどくさいだろうなと思ったところもあって、先にエレクトリカル行こうって言ってる感じ。ちょっとだけ気になるのは、停電って音速で治ってるんだけど、ピカクロスさんってそのままエレクトリカルまで何もせずに来た。うん、どちらかというとエレクトリカルに配線タスクもあったから、それを終わらせようと思って、先にウェポンタスクをやったのは、なんとなくウェポンタスク先にやろうと思った感じだったね。なんか感覚としてさ、なんか僕入れてないです。停電すぐ治ったから右のやつやろうってならないのかな。おかしいな、まだ。今回はなんなかった。配線先にやりたかったから。おかしい、まだ誰も死んでない。やばいね。抜けれたらでかいんだけどな、ここ。ペットの動き方ってこう、もうスムーズとかあるのかな、この。分かれる。ロボット的な動きしてるのかな。そうか。配線の M 悪いわ今日。白緑青黄緑。センターさんがやってるところを見ました。ピカクロスです。リポート押せなかった。場所はどこですか？ストレージした。ストレージ、あー、ストレージさんに行きました。だからローラーで大丈夫。ボタンもちろんセンターだから、センターさんから走ってこう。アドミン情報を見てエレクトリカルの位置を確認したので、向かう途中で、ストレージの下でピカクロスさんがやってるのを、間違いなく見ました。血しぶきも見ました。同じような感じ。血しぶきを見た。同じではなく、アドミンで直前2人すれ違ってて、アドミンその人たちが見る可能性もあるんで、僕はスキルはしません。
ちなみに私はコミュニケーション方向の廊下から走っていって、ストレージ下に回るときにセンターさんがやってるって感じだったね、タイミングとしては。でセンターさんにお聞きしたいんですけど、はい、エレクトリカル1ってことは、はい、そこがもう一したいと考えて、それとも他にもいろいろ情報あります。わかんないです。あ、スナパイさんはウェポンです。ウェポン直前で見てます、僕。あ、じゃあ違うわ。どっちかですかね。じゃあ、マシカリさんか、マシカリさんのどっちかかな。あ、そうっすね。書いてたのはね。え、死体どっちなんだっけ。死体はね、マシャカリさんの方だね。誰だっけ、アドミンで出たの。俺とは、オラフ君だっけ。僕です、オラフ君と坂田さんです。で、直前まで、マシャカリさんいます、ね。ね、アドミン見てるのを確認はしてるので、一応ね、はい、行動原理としてはクルーメイトっぽいなとは思ってます。うん、確かに。まあ、あと、ドラするなら、スナパイさんの話していいですよ。あとね、初手のスナパイさんの意見結構クリティカルかなと思って、ピカクロスインポスターの声かな。まあ、いや、それに関してはごめん。あの最初私いつもエレクトリカに行くから中途半端な行動したいと思って中途半端な行動した。あとスナパイさんの1対1がだいたいウェポンとか右側だと思うので、左行ったらちょっと白くねっていうなるふうに来ない。左って誰行ったんで、先端アドミンで出せる情報。黒いみたいな感じ。多分ゲンさんは無理だ。いやでも右ゲンさん行ってる。皆さん白置きしていただくのはありがたいんですけど、皆さんどういうロジックで私のことを白置きします？あれ、ゲンさんナビゲーションいなかった？いや、いましたけど、まあ、これ自分で言うのもなんなんですけど、ウェポンから割と近くないですか、ナビゲーション。近い。できるでしょ。ウェポンにいたの？右いたのは。右いたのは。行ってないですけど、ウェポンです。サントスさんと、サントスさんと。ああ、私に全部か。ローラー完成してね。途中ストップとか勘弁してよ。ボタン押します。あ、押せるよね。あ、押します。しちゃいましたね、この目で。先端恐怖症は見た。どこにも出口のない日々が突然にたまりす。僕もお腹の感じ。今日は多分もう出せる情報ないので、僕かスキップに入れてください、うん、で、あとスナパイさんの話 で、あと、あ、ごめんなさい、あとごめん、出せる情報あった。右行ってたのが青と黄色と白と緑確認し、アドミンに入りました。溜まってきます。はい、あとそこなんですけど、直前、本当に直前までスナッパイさんを見てて、本当に3秒か5秒前ぐらいまで見てて、で、ウェポンの上のタスクやってたんですけど、ウェポンの上のタスクを終わって、ウェポンの真ん中のタスクに移動したところで、僕が真ん中のタスクが終わって、O2 の、10、10じゃないや、入り口前のタスクをやってるくらいでした。なんで本当に直前まで行きます。メイヤさん、そこ日本にあるっていう前提ならゲンさんどうなる？あ、全然ある。あ、じゃあ、ありがとう。ごめん、ちなみに俺が絶対なくなって、俺はピカさんとゲンさんの間に挟まれてた人間で、ゲンさんを置いてアドミンシールドに行って、ピカさんが俺の前を歩いてストレージの方に行ってるね。ゲンナビゲーションにタスクが多かったので、ずっとナビゲーションにいました。ただそれを証明できるのはメイヤさんにはなるんですけども、ベントでキルした場合とか、徒歩はでも多分畑底さんの情報が本当なら徒歩は多分間に合いません、ね、ベントでギリとかじゃないですか。あ、ちなみに原産して5秒前まで言ったから、原産してメイヤさんは無理になるってこと？ピカさんがとメイヤさんの2路てか、ピカさんがメイヤさんの情報そもそも出してないんだよな。ただメイヤさんがおっしゃってたことは途中までは本当です。ピカさんと私の間にメイヤさんが挟まれていたっていうのは、ナビゲーションに入る途中ぐらいまでは確かにそうでした。ただそれ以降に関しては分かりませんので、私目線だと畑底さんとメイヤさんがウェポンには、非常に近かった位置っていうことは確定情報としては広いです。でも畑底さんが僕を見てないってことは僕は下に行ってるんですよ。まあ、でも、畑底さんが O2 に入ったときに、メイヤさんが上に行って、座手っていうのは全然ありえると思います。だって、今回。一応ね、俺はスキップに入れます。先端の行動原理がクルーメイトだと思ってるので、僕はそれを見てるので、オラ君が見てるんだったらそれはありがたいんだけど、俺はアドミンを見ていて、それに向かう先端を見てるので、キルを2回に作ってます。今の話でさ、魚さんとオラフが隔週にならない、そっちの容疑者にならないから。隔週です。はい。俺、先端についた方がいいのかな、これ、どうしよう。いや、僕はもう近づかないでください、僕には。僕も近づかないんで。よいしょ、魚さん助けがね、遅くなっちゃうからね。
ごめんなさい、ちょっと喋らせてほしくて、メイヤ視点はピカさんが、シールドでタスクをやってるように見えて、で僕はそれピカさんがちょっと怖かったから、ピカさんがタスク終わるのがを待ってからピカさんがストレージの方行きました。その後に僕はシールドのタスクをやってストレージに行ってる途中でレポートって感じなんですよ。だから僕視点だとピカクロスさんって僕が後ろにいるのにキルしてるって視点になるから、先端さんが白だって言える人はその白っていう理由をちょっと教えてほしい。いいよ出すわ。そもそも状況が相当違ってて、先端も同じことを言えるんですよ。アドミンに僕とオラフ君がおり、さらに先端がアドミンの情報を見ているのであれば、ある程度の情報位置って分かるはずで、その状況でストレージ位置ついていたから向かいました、で殺しましたっていうのがインポスターだったら結構攻めてるなと思う。なるほどね、うん、通路とかで見えてないっていう可能性はあるよ。ただそれってメイヤ君がそれを出すのであれば、俺はピカクロスとセンターは同じことをやってますよっていう話。なるほどなるほど、確かに用途がないですね。ずっと僕と魚さん見てたんで、キルフラッシュってもおかしくなかった。あと現です、畑迫さんの情報を信じる前提になってると思うんですよ。そもそもウェポンに至って私それそもそも視認できてないので、本当なのかなっていうのをまず疑わなきゃいけない、ね、立場上。スナパイさんが死んでるのは結構俺の中ででかくて、スナパイさんのその最初の議論の時のピカクロスの疑いのやり方が、俺は結構ピカクロスインポスター足りる要素かなと。ああ、もうそこで、ああ、まあまあ、まあいいや。割とそれでロック入っちゃってるかもしれん。私目線、メイヤさんも、あと、畑迫さん。畑迫さんが嘘ついてる場合も、畑迫さん黒なんですけど、メイヤさんはあんまり疑えないんですよね。初日だって私に白、間違ったロジックだったとは、白を提出していただいた方なので。なんかメイヤさんがあんまり多くは読めないんですよ。でもゲンさんの場所っていうか死体の場所が僕分かってなかったから、ゲンさんはやらないっていう、はい、その感覚がまさしくクルーっぽいんですよね。その死体の場所が分かってないがゆえに自然に出たその把握漏れじゃないですけど、なんかね、僕インポスターだったらアリエルじゃありえると思うけどね。オラ君ってセンターとすれ違ってたっけ。どこでですか。アドミンあたり。アドミンで、はい、すれ違いました。オラフさんはセンターさんと釣りたい釣りたくない。ペアコードでもいいですよ。いや、ペアもったいない。タスク進まないんで、相方の。だし、その相方が殺されたら僕が殺されて、結局意味なくなっちゃうんで、僕に近づかなければ大丈夫です。誰も。少ない方に行こう。俺はもう、ソロプレイヤーになるしかねえ。オラフ君からもう、避けてくる。俺はみんなに避けられた。俺は一人でも強く生きていきます。もう最速タスクやってセキュリティずっといるとこかな。なのにすまね。俺がタスクを選べる身分にないのは分かってるんだ。だがこれだけはやらせてくれ。あ、この落としどころいいよな。最前提ではないんですけど、アドミンで畑迫くんが死んでいて、情報管理のとこで死んでいましたね。アドミン、あれカメラ見てる人いると思うから、入った人とか確認できないかな。いや、もうコミュサボとなったので、私が最後見たのはメドベイの上で、メイヤさんが抜け、メドベイに入った後に魚さんがあのカフェの方に抜けていくのが見たのが最後です。それ以降はコミュサボが入って見えないです。アドミンに一応入ったのを見ました。リアクターの前ですね。アドミン
に浅坂さんがいる、いて、銀さんがそこに入っていくのを見て、僕はちょっと近づかないようにしようと思って、カフェテリアに戻り、メッドベイ別路、アッパーエンジンのタスク中にリアクターなりって感じです。それが最終ですかね。まあ、ゲームが怪しくなるんだったらお話ししておきます。ゲームは、アドミン見た後にカフェテリアのタスクをやりに行きました。で、その途中にリアクターが鳴ったので、私はリアクターを直しに行きました。で、リアクターの中におられたのが、私が4番目ぐらいだったと思うんですけど、魚さんとサントスさんと、あとセンターさんもおられましたよね。あ、でもセンターさん無理だよ。センターさん結構早めに。だから逆です。だからリアクターにいた方は白だと私申し上げてます。あのね、サントスさんは先端先に降り、うん、俺が3番目に入って2人が直してくれて、うん、その後ゲンさん入って、うん、後の人は残りの方がもう諦めて、俺4番目じゃない、俺先端さんが直したの見てるはず。あの行くいいですか、ゲンさんってどこのカフェテリア、どこの助けやったんですか。左上の配線です。僕もウェポンズからカフェって多分最後の方に行ったんですけど、てかオラフさんはそもそもカフェテリアに到達できてない、白です。リアクターに到達できてないと思います。一応言っとくと、坂田さんとオラフさんもう初日から白です。白確定に、うん、あ、2キロ起こってるからか。んオラフくんは上から最後に来たから多分違うよね、はい、うん、違うと思う。違うというか、ゲンさんがメイヤさんまで絞れないじゃん。そう、ゲンメイヤだと思うけど、うんうん、だとしたらでも俺先端さん直した後見てるんだけど、直していった方がいいか。囚人。めっちゃタスクすんだけど。なんだ。てかさ、あれじゃない？そもそもさ、最初にニケルが起こっておいて、スナーパイさんがおそらく右側で死んでいて、ピカクロスがストレージ死んでいて、で僕の目線ですよ、あくまでも。先端をインポスターじゃないと思っているっていう前提で話すんですが、そうなると、うん、オラフ君がワンチャンあるぐらいなんだけど、基本的にないと、ない、オッケー。ないんであれば、先端、オラフ、魚は白で置けるので、あとサントスさんがさっきの襲撃が無理っていうことになれば、ゲンさんとメイヤさんなので、最初のキル、スナパイキルから洗った方が多分要求してくれる。じゃあもう、メイヤさんとゲンの2択でいいと思うんですけど、私は畑底さんとメイヤさんの中に黒がいないっていう情報を初日に出しています。まあ、いないという予測ですけど。で、この状況下になって私かなり不利だと思うんですけども、まずメイヤさんが、メイヤさんで狼なのか、だってメイヤさんがもっと私に黒塗ればいいと思うんですよね。いや、まあ、情報が違ってたからであって、僕は畑坂さんは、うん、殺されてるってことは、あそこにいるんじゃないですか。なんで、まあ、見間違いじゃないから、スナパイさんがウェポンで死んでるっていうのは確定でいいと思います。で、僕はそこですれ違ってないから、僕は下ルートに行ってるんですね、さっきも言って。ってなると、ナビゲーションにいたゲンさんと、コミュニケーションからストレージの方に抜けていったピカクロスさんの間に僕はいた人物なんです。うん、ってなると僕はスナパイさん級。いやでもこれ先端さん白で決め打ちしちゃった進行なんできついっすね。私白なんですけど、名役が白であれば僕はゲンさん一択だと思うので、ゲンさん投票します。はい、私投票でいいんですけど、先端さん白っていいんですよね。そこだけもう心配です。私がケアされてもいいんですけど、そこだけ一応本当にサントスさんが不可能かどうか僕は分かりませんよ、一応言っとくと。はい、でも私目線無理なんです、サントスさんが私より先にリアクターに搭載された人物なので、畑さんキルに関してはですけどね。うん、困ったなこれは。ね、先端さんが狼の場合って魚さんとの二郎なんだよね、うん、あるとしたら。いや、それはオラフ君が否定できますよ、うん、俺2キル位置できないんだよ、アドミンずっといたから。アドミンのね、カードスラッシュをね、めちゃくちゃ間違えてたから、ずっとアドミンにいました。だから白さってなるとやっぱさん、まあ弦になっちゃうか。まあ、二郎じゃなかったら大丈夫と思います。お願いします。まあ終わるんですけどね。怖いよ。申し訳ない。ちょっと変なキルしちゃった。あ、いえいえ。なんか等間隔にクルーメイトが並びすぎなんですよ、みんな。どのタイミングでもキルができない感じだったね。そう、いや、本当にメイヤさんの言った通りで、なんかナビゲーション抜けた後、なぜかメイヤさんが捨てるじゃシールド入ってこないし、コミュニケーション見たらサントスさんがいるしで、うん、わ、すげえ等間隔で並んでると思って、あ、できねえなと思って。
じゃあ最後マシタカリさん適当なマシタカリさんちょうどいたから適当な位置で殺そうと思って殺したら上からセンターさん来るし。スパイさんの初日ピカさん黒塗りは結構そんな拾うんだって思いましたけどね。いやびっくりしましたね。あれは別にそれが決定打になってロラが止まるほどのものなのかなと思わなかった。なんかスナパイさんの意見もそうだけど、なんかピカクロスさんのなんかこう答えも含めてなんかその夜が明けた後の回答も含めて、いやそんな気にしないのに答えてくれるんだっていうなんか印象論ですけど、ああなんかもう何をどう話せばいいか分かんなくなっちゃいますね、こうなると。そこで見つかってますね、特に変なことは言ってないと思うんですよ。本当にエレクトリカル気になったから配線タスクもあるしまっすぐ向かったっていうのはさほどおかしくないかなと思うんですけど、なんかもうこれがおかしくないって証明するためにもうクルーメイトの時には全力でそういうことやってやろうかなってちょっと思いました。ピカさんに説明すると、僕目線ってピカさん結構白かったのよ、さっきも言ったけど、やっぱ後ろにいるからっていう視点で、うん、でも魚さんと先端さんの二郎になるわけじゃん、ほとんどあそこで魚さんがかばうと。でも魚さんってスナパイさんキルができないから、そうなるとピカさんになっちゃうんだよね。ああ分かる分かる、うん、まあうん、まあただまさかそれだけで先端さんと私のローラーが止まるとはちょっとやっぱり思ってなかったから。いや多分ね、俺もね最後のゲームだったから結構もう自分信じてやったけど、結構普通に最初だゲームとかだったらローラーしてると思う。定石だとローラーですよね、うん、ねアドミ見てるの見ちゃったね俺、先端がアドミ見てスーって左に行くの見ちゃってるから、だから運が悪かったなとは、そう、うん、運が悪かったなとは思ってます本当に。でなんかそう普段からねちょっとふざけてる方がこういう時なんか真面目にクルーやってる方が若干不利になるみたいなのがもしかしたらあるんじゃないのっていうコメントが来てあの映画版ジャイアン好感度上がるパターン。そうなんですね。クルーの時はおふざけ入ってた方がもしかしたら印象的にめちゃくちゃ見せた、印象的にね。そんな話始めるともうなんかいかにクルーメた時怪しい動きができるかみたいな、ちょっと常に1、2票入った方がいいみたいな、全体のあれが下がっちゃうから難しいとこですね。うん、いや別に多分スナパイの意見がじゃないと思うよピカクロス。いやいやまあそうだと思う。条件だったら魚オラフと講演会が2人いたセンターの方が陣営的に強かったっていうだけの話、うん、まあ後ろで視認してる方の数で、ね、そう票数な問題も確かにあると思いますね、うん、ただなんか綺麗にピカクロスに全票入るっていうのは予想外だったんで、しかもアドミンから来てるっていうのがね、その2人がキルフラッシュ見る可能性がめちゃくちゃ高いから、うん、近すぎるしね、場所的にも状況的にセンターさんの方はやっぱり、うん、そうね、白かったとは思いますね。殺しにくいインポスターのポジションにはなります、ね、なんか魚さんのおっしゃる通り初戦だったら多分みんなローラーしたけど、なんかもう温まって最後だし、うん、ちょっと派手な攻めしてもいいかってみんな思いがちなところがちょっと不運だったかもしれないですね。だから本当に最後のインポスターやりたくないんですよ。なんで最後の最後で引くのかなと思って。なんで最後の最後で食っかなと思って。だけどもなんか頑張るしかねえから頑張るかと思って頑張ってら、なんかね、良くないキルしちゃってね。ごめんなさい、半端になっちゃって。でも全然ね、僕は白く見えちゃったからな。最後のゲームの畑子さんキルもちょっと今回また学びを得たので次回に行きましたね。あれ僕キルするんだあれすごい思いました。いやあれあの後です、私リアクターに行くとき弁当使ってるんですよね。で最速で行けば白をもらえるんじゃないかというように言ったんですけ ど、ね、もう最初にもうリアクターに4人ぐらいいて滅亡しました。それよりゲンさんの後だったよなと思い、おーっと思って、なんで弁当よりみんな早いんだと思って。あの前の議論でゲンさんが僕のそのスナパイさんの位置絶対確定じゃないじゃないですかみたいなこと言ってたから、はいはい、僕生き残るんだろうなと思ってたら全然この時構わずもうこういう時はこれがね、もしスナッパイが死んでなかったらとかっていう日もあるし、もしスナッパイが死んでいたとしてもアドミンにいたのが一人だけだったら、例えば僕がカフェテリアに戻った時にアドミンから弁当で相方が来で、先端魚、オラフのどっちかしか一人しかいなかったらっていう二郎も追わせられたので、はい、アドミンに二人いたっていうのが一番しんどかったかもね。ですね。やっぱり本当クルーが固まってましたね。やっぱ10人段階の雑ギルは良くねえなと思いました。もうちょっと条件整ったギルじゃないとな。いやっていうかやっぱ10人番目のギルめちゃくちゃ難しいです最近。難しいです。難しいですよね。なんかさ、どこでキルしてもさ絶対追ってくるんだよね。そう追ってくる。いやわかりますね。
確かに。もうトラウマ、何してた？坂野さん何してた？もうトラウマ。いや、もう本当に、本当にもうトラウマです、私も。いや、それはビビるようになるわ、本当に。逆にじゃないですか、苦しました。苦しました、まあまあ、あと最後もね、僕がたまたまね、アドミン、ね、畑坂さん見てたけど、店員さんとのセット見てたけど、それなかったらまたよくわかんない迷宮入りしてた。それがいいってことでもないんですよね、ほんと。で、難しいところから。なんか、いろいろ噛み合っちゃったって感じですね。いやー、本当にそうですね。なんか、インポスターが、インポスターが失敗したというか、クルーがたまたま噛み合う強い動きしてたから、なんか、インポスター全然、それもあるなんか、いいキルだったと思いますけどね、そうそう大胆で。不運なだけだったっていうだけで、スナパイをギリギリまで黙認していた畑さことか、その辺があるから、あれが困ったな。どこだよ、どこやってるの。ゲンさん的には俺の死体見つかるのもうちょっと後の予定ですよね、完全に。もう完全にそうです。あ、そうですね。あのもっと弁当ポリポリ使って、あのシールドぐらいまで抜けてやろうと思ってたら、もうキュンってポッと光ったんで、えっと思って。いやー、タイミング悪かったなー。でもしょうがないです。